本間光る11月6日台は、日本の実業家。元産業電機株式会社代表取締役、副社長、元株式会社ジャパンディスプレイ代表取締役、会長兼最高経営責任者。元一般社団法人電池工業会会長。産業電機の生え抜きとして、産業電機グループ解体まで、長らく電池事業を引き、産業を電池業界トップに導いた。 電池業界のトップである電池工業会会長にも就任し、電池の顔、電池の本間の異名を取る。兵庫県生まれ。山陽電機では、米国市会社の副社長を任され、経営者としての素地を磨いた。帰国後は、電池事業を引き、携帯電話用のリチウムイオン二次電池で大きなシェアを獲得し、山陽のリチウムイオン二次電池部門を業界シェア主義に導く。 2005年に山陽電機からエネループが発表された際には山陽電機専務執行役員パワーグループ長モバイルエナジーカンパニー社長として発表会に登場2008年より山陽電機の副社長を務める傍ら2007年より電池工業会会長を務めていたハイブリッド車や電気自動車向けの二次電池にも精通しており2008年には フォルクスワーゲンとの共同開発を開始するなど、産業電機が買収された2009年の時点で e v 用リチウムイオン電池の供給に向けて各自動車メーカーと協議を行っていた。しかし2009年に産業電機グループはパナソニックの参加となり、電池業界で勝ち組だった。産業の電池部門はパナソニックに吸収されることとなり、2013年に産業を退任。 2015年、完成ファンドの産業革新機構参加で、ソニー、日立製作所、東芝の中小型液晶部門を統合し、ジャパンディスプレイが発足すると、同時に COO に就任した、成功エプソン出身の有賀修治と二人三脚で、JDI の高取りを託された。2016年、経営不振に陥ったシャープが、JDI と同じ産業革新機構の参加と、 なるのではなく、大鳥会精密工業特務と報道されたことに、対し、シャープと競合する、液晶メーカー JDI の会長としての本間は、絶対に、大鳥会とは組まない。ぶっつぶすだけだ。と行きまいた。しかし、電池に精通し、電池の本間と呼ばれた、本間も、液晶パネル事業に関しては精通しておらず、JDI の経営不振の責任を取る形で2017年に、 退任。2018年現在は、電池の専門家であり、電池は、液晶のようにはならないと、日本の電池産業に自信を持っている。日経エポップネット日経 BP ネット、週刊東洋経済、2015年9月26日号、P35 産洋電気、自己放電を改善した、充電池、エネループから、PC ウォッチ読売新聞。 2016年2月27日版、経営危機の日の丸液晶ジャパンディスプレイ瞑想する、CEO 人事の舞台裏、文春オンライン電池の巨人に聞く朝日課生、吉野市、元産業電機、本間市日本経済新聞、東京インターナショナルモーターコンファレンスプロフィール。ありがとうございます。